スワップなど。バワはマンウォーク、上を押すと下に行くとか、逆の動きをしてるね、これね。テキスト B ウォーク、テキストはウォークしない。壁際にあるものを取り出せるんだよな。テキスト BU ですかね。その場合ここに俺が行けないんだよな。ここに詰まっちゃうでしょ、文章が。ウォークが使えるのって俺しかいないんだよね。ババイズウォークしかできないんだよね。ババイズウォークが入った状態で、だからこれババイズウォークが入った状態でテキストがマンウォークだと、2つ先の文章を飛ばすことができるんだ。それだと U を2つ下に落とすみたいなこともできたりして、ってこと？その場合は何？ここにバブ、逆走勢。ここにバブ B って書いてあって、ここにテキス足りないな。
あれ、ババ、んーと、バ、バババ。ババが2倍速になっているっていう文章があって、ババイズウォークとテキストイズマンウォークっていうのが入っていた上で、この U に対して、このテキストと入れ替えるような動き方をしないといけないの？それはきついよ。あ、違う違う、テキストイズユーにするんだっけ。だここに、ここに、は？スワップじゃないんだから。だったら俺が左上にいる状態がスタートになるな。いや、この U ってやつをなんか、ここかここに持ってくるだと思うんだよな。だったらね。だけど、ここだと B を使うのはうまくいかないかもな。ここで B 使っちゃうから。ババにウォークを入れたいんだよねってなっちゃってるからね。どうしようかな。パワーウォークの状態でババイズユーが砕けたとしても、結果的に戻ってればいい。ババ2倍速でこの U をここで取り出して、テキストイズマンウォークが破壊されない限りは、ババウォークの状態でこのババ BU を全部1個ずつ右にスライドかけた後にテキストがマンウォークという文字が壊せると、嬉しさある。ただそんなものは作れないな。ウォークを使ってクリアしようというふうに今考えちゃってんだよな。どうやってウォークを使って、ババイズウォークを使うために B を使っちゃうわけだから、テキストイズマンウォークもババイズウォークと同じ場所で作る必要があるでしょう。それをしているのに、それ以上もうないですよ。あ、こんなのあるの？あるのかな？これ取れないもんな、どうせ。いや、2倍速なら。ババが2倍速だったな。
危険すぎるでこいつ。そうなの？距離2で取るわけじゃないんだ。テキストワゴンで1回だけ押されたよみたいな判定になってんだ。じゃあこれ取り出すことはできねえな。なんかなんだ、ババビーウィンをあそこに持っていくだけなんだよな。ババっていう文字をここに差し込めば勝ちだから、ババっていう文字をここに置いとけば、まあ、勝ちなんですよね。そのスワップすれば。ババっていう文字をでもここに持ってくる、ここを差し込むことができないから U をどかしたいよなという発想になってて、でも U をどかすときに今の感じ2マスは動かないってことだから、倍速モードになってたとしても、倍速モードでババイズ U が崩れてるのにテキストイズ U になっちゃったとか絶対やりたいんだよね。テキストビーマンウォーク、とアバイズウォーク、え、おお、いや、これを、無理だよな。今何をしようとしたんだっけ？
れでユーのところまではいけないでしょ。なんでこんなむずいんだ。何に分かってないんだろう。ムーンウォークかこれ。これが解けないのは辛いな。いい問題な感じはするんだけどね。U をなんとかしようっていうことで今思考ロックしてるから、まあそれに答えがないならないんだよな。ちゃう方法。ババミ、やっぱさっき言ってるババミ U という文章を壊して。でも復活する。ババアウォークしていて、ウォークしてるから俺の頭の中では行って帰ってくるとテキスト元に戻ってるから意味なくねなんですよ。ババミ U って壁際にあるから、壁際にあるものに対して行って帰ってきても戻るんだけじゃねと思ってるから、いまいちそのウォークですよねっていうところのこう勝ち筋がない。斜めのウォークってどうなるんだっけ？同じ方向を180度回転だっけ？それも同じでしょ。一つチャンスあるのは、それをやった時に別のキャラを優にするだよね。で、ずっと今考えてんだけど、出てこない。テキストもしくは別のババ。それは何でかというと、それを満たすまでのテキスト B ムーンウォークとババ B ウォークの2つの文章を作ってる状態の B の居場所が U を1回だけ動かした時の居場所と一致する場所がないやつ。で2マス動かすのかなと思ってウォーク使ったけど U は1マスしか動かない。動かせる場所にはテキスト的にうまく入らない。でウィンを取り出そうかなと思ったけど取り出すことができない。詰まっちゃったな。やってない文字の組み合わせ、そのテキストイズババとか何の意味もないでしょ。ババイズババとか。なんとかテキストのやつ。ババテキスト。ババテキスト B ムーンウォークみたいなのがあるのか。それをするとそのテキストだけが入れ替わろうとするから、他のテキストに対してはプッシュが効いてる状況か。それはあるな。
ババが二人になるだけでも、ウォークテキストをババにするみたいなことをやるだけでも、ババが二人組になる。二人組のババが重なっている状態で、ムーンウォークしてるテキストに触れたらどうなるんだよ。いや、それババ主導じゃないもんね。テキスト側が動くの一回だよねって言ってるだけだから、あんまり意味ない。ババが二人いた場合、この一人では取り出せなかったビーンを取り出しに行くみたいな行動が取れる可能性はあり得る。ただそれはババがムーンウォークに、じゃあそんなことないな。言ってることやってみる？ババテキストが、じゃあウォークテキストを、ババに変えてしまい、そうなる？そうなった？そうなるよ。なるほど。そうか。じゃあダメだ。めっちゃないな。いや、ダメか。テキストビームーンウォークを真ん中で作ることはできんな。この時点でババが二人いれば、何も分からへん。何やこれ。ババビーテキスト。なんか変な方向に走ってんな、これ。すいません、ギブ。どうしようかな。やっぱり苦手だな、スワップは。そもそも
そもそもスワップ本家の方がなんか1時間かかって解けないみたいなことザラなんで。ここ開くのってなんかノルマいくつなんだろう。ここから明らかにこっちつながるよね。そうなのかな。 A からこっちにつながったりするのかな。いや、ここの行き先がないってことない。解かないといけないんだな。もう解かないといけない世界になっちゃった。しんどい。もうちょっとでかくならん、これ。どの文章が、マーティが、これちょっと元ネタわかんない。マーティが言う、バトラが、じゃあウォーターか、これ誰、バーディ、マーディとバーディ、ドアを開ける、水を通り抜けドアを開け、なんでここにあんの、アラウンド入ってる、この文章は何が重なってんだ。 U と NOT、 B NOT、ドアは B ノット 4 ドア、ドアは鍵ではないから、あ、ここにドアがあるからね。このドアを4ドアにはできない。水はノートランスフォーム、ドアはノートランスフォーム、ウィンの条件が書いてない、行くのは、ん？行くのはがあると、水って押せるのか、そもそも押せない。行くのはというものに対しては、その消滅判定を発生させない。行くのははどこまで無視するんですかね。ウォーターに例えばテレポート属性とかスワップとかがあった場合も全部そういうのも無効なのかな。それとも無敵ぐらいの意味なのかな。イグノアの対象は分からんが、次に これもイグノアがあるんですけど、それ鍵役になってるんだけど壊されないみたいなことを言ってる可能性、バディは鍵でドアを無視するみたいな文章がまあ打てたりする。そう、これは
あ、ドアがそもそも 2D 入れてないからか。ドアは 2D を入れたかったが、入れられないねと。B がない。でも今押す必要ないので、ここに 2D が入ってもいいよ。違う、これはバディだ。うん、いや、ドアなのよ。繰り返せばいけはするけど、なんか違う気がする。絶対ちゃうよな、これ。重なってるね、なんか。ノーゴードタイル。テキスト。ウォント。タイルアラウンドパパは、ノーゴー。このタイルはいけないよ。これなんだっけ？ピラー？ピラーはノーゴーですよ。ここに来ないとダメだよ。でもテキストイズ、ないな。ババイズユー。テキストはウォールを通さない。でもウォールはもともとノーゴーだろ。ウォールにノーゴーついてないの？バーがなんでここ行けないんだ、だったら。ここを上に行くことはできない。どこだ？ウォールは、あ、ノーゴー入ってるじゃん。え？ウォールにノーゴーが入ってるのになんでテキストにウォールヒートを入れた？ウォントで文章を破壊する？これがあると、ババーはノーゴーじゃなくなる。ババだけね。テキストウォントノーゴーができれば、テキストはになるけどババが通れなくなるので、ババが死なないよっていうのが入ると、死なないよと。これはどうしようかな。これかつ俺が死なねえなんだよな、多分。
キストは今進められない。こうするとテキストは移動できる。Want が一つで主語が二つしかないから作れる文章なんてこれしかないんだよな。テキスト Want か Baba Want で、 Baba が Want No Go かつ Want Defeat はできないよね。なんでテキストを押し込んであそこにある文章を壊しに行きたいなのだろうか。あれでもこれがなんで押せないんだろう。テキストはノーゴーになってるはずなのに、ここの これを今上に押せないんで俺。これなんでだろう。ん？なんで？あ、Go away please テキストになっちゃってるのか。失敬。これテキストは上に移動できます。その後ババも移動したいよね。これはなんだ。そっか、重なっていれば押し出せるのか。じゃあウォントはそこにある方が嬉しい感じするけどね。ブッシュ属性を無視するって何なんだ。テキスト、ん？テキストは、なんだこの文章。ババは、プッシュというものから解放される。なんか変だな。このテキストを Go away テキストを、あー違う、 B じゃないんだ。ここね、結局ずっと同じ。ババがノーゴーかつディフィートできない状況でどうやって左上に行くんですか問題なのよ。テキストが Want なんとかっていうのができることによって左上の文章を一部ルールを無効化できたりしないのだろうか。そういうもんではないよね。ババテキストが何々をしないと言われたところで干渉ができないね。まずね、テキストが、テキストがノーゴーになることで、あれ？テキストがノーゴーになることでを、テキストフォントノーゴーを左上に突き飛ばすってやってなかったんだっけ？
これはこう、あれ？テキストヘイトウォールは聞くのか？そういうこと？そういうこと。じゃあウォールのところにテキストも取り出すことはできない。本当にババを脱出するしかじゃないの。じゃあウォールの上にテキストを重ねに行くことですらできないわけだから、今。テキストを2つ重ねることができればいいんだ。ディフィート&ノーゴーを1重ねにしたいから、テキストが押せないよっていう状態なのに、何回うまいことやれば重ねられるやつじゃないか。そんなことあんの？そんなことある？押せないんだぜ、だって。知らね。テキストが貫通するをやって、なんかこの辺にあると嬉しい。で、ババが貫通するをやって、これを下に持ってきたいか上に持ってきたいなので、ババとテキスト重ねちゃってもいいかな。テキスト not go away を作りたいよな。よくわからない、これ。場所見つけタイムです。今ずっとここに置いたらテキスト Won't go away please になって、テキストをどうやって押せるのかなのテストができる場所を探してる。どこだ？ババが通過できるよという文章があるときに、
キストモントをどう持っていこうかな。縦にした方が送りやすいけど、これが最強なんですよね、夫人としては。何が？この状態でテキストウォントゴーアウェイを作りに行きたいのですよ、ずっとね。これは壁に入ってるからテストできないんだよな、この文章。ムカつく。ああ、なるほど。なる。だから、なるわ。ああ、なるけど、よくないよね。ほら、押されるの、でもな、ババがこれを押せるっていうのが、なんで、ウォントに引っかからないのか気持ち悪いな。ババがテキストをプッシュする。テキストがテキストをプッシュする。テキストがテキストをプッシュする行動をしないなのかな。テキストは何も押さないっていうこと言ってるのかな。だろうな。で、うん、これができたときに、ディフィートと、これもう場所やねん、ほんまに。場所。これができたときに、ディフィートとノーゴーを重ねて、もしくはテキストとババを重ねて、いや、どっちかっていうと、動詞を重ねるべきなんだけど、なんで、ここの上でやってると一生それできん。どこなんだ、じゃあ。言ってるじゃん、だから場所探しだって。もうずっと場所探しだっつってんじゃん。てんじゃん。
ババが通り抜けられるのにこのテキストを通り抜けさせるはできないわけだから、この場所でテキストが押せないっていう文章を作った上で、テキストはそもそも今ノーゴーで動けてるはずなんですよね。それを作ってるってことは、テキストボンとノーゴーができてて、いや本当にムカつくな、どうするんだよ。この3文字を1個でも上に押し上げるともうダメなんでしょ。次の手打たないとダメでしょ。でここでテキスト Want Go Away Please を押すんであれば、この No Go を下げないとダメなんだよね。だけどそうするとババが入れないから、これ No Go を上に押せなくて、こうすると今度は押す対象のやつがそこに入っちゃうのでダメで、この上に置いちゃいけないのは分かってんのよ。こんなところにたくさん置くのは良くない。とっとと
この壁をすり抜けさせたいけど、ババとテキストが同時にそこをすり抜けることができないんだからこうなってんだよね。テキストが縦にガーッと動かせる状態になってるときに、ババほんと、どっちもノーゴーを使うんだもんな、テキストのババも。だから、テキストとババっていうのを、テキストを押し込んでからテキストの部分をババに置き換えないといけないから、縦向きに追い押してってもそれはできんでしょう。答えはもう見えてんねんけどな。先にババとテキストを重ねるにしても、ゴーアウェイの部分をテキストとウォントとぶつけなあかん。ゴーアウェイ自体が下に押すことができない以上、全員で上に行く必要があるんだけど、ただただできない、ただただずっとただただずっとできないだけ。それが何の時間だこれ。見つかりゃ終わりなんだよね。こんなことばっかり言ってら。これこうやってからババボンとゴーにはできないよねっていう話をしているわけですよね、ずっとね。でじゃあ横じゃんとか斜めじゃんとかになるけど、横じゃん斜めじゃんルートになると、ウォントの位置が合わないのと、やっぱここに大量に、このブロックに大量に物を置くことになっちゃうんだよな。あれ？できた。なんなん？できないじゃん。これはテキストが押せないからですよ。やはりできん。テキストは自由に押せるけど、真ん中を通過できるのがババしかいない状況。これを左に押すことすらできん。まだこれかい。これはこのババウォントってこの文章を一つでも崩すと二つ目以降が持ってけないよ。そうすると、テキストは通るんだけど、ババが通らないから、
ババが通らないので、結局このノーゴーの場所を変えることもできないで、この横並び3がもう固定になっちゃうんだよな。でも今この主語を変える手段がこれ以外見つからない。ウォントの位置を一発でずらしてあげることぐらいしかできない。ゴーアウェイ下に持ってこれてるけどね。この次どうしよう。テキストだけは動ける。やばいことにはなる。ババが動けないのがやばいですね俺ね。ババが動ける。テキストは押せない。このババができた。うわーすげえむずいこれ。いやすごいむずいけど種は分かってたよね。いや早くここ抜け出したい。あ、よかった。ノルマ達成した。じゃあ、ちょっとここもうやめます。やめるぞ。本当にやめんの？これ見てなくね？ああ、あったな、ビッグ。なんか面白いけど、一個だけやって帰ってきたんだ、こう。バーディーは、でかい。グラープ。がダメ。テキストはアルケイがダメ。左上が中心でしたっけ。これでかいやつでも C の判定はある。このステージでまず何ができんねん。あー、でかいでかいみたいなのができんのかな。いや、ん？できなくない？できるんじゃない？
できないくない？これワンデカですよね。いきなり作るのはダメかもしんない。これを一番下にいきなり置いたらダメなんですよは、まあ多分そうなんだよね。壊せはしないのか。そっか、破壊じゃないんだ今回は。あれ？じゃあ目的が分かんなくなった。破壊できるわけでもないわけなので、あ、もうバブビー、え、違う違う、うん、バディビーウィンをあそこに埋めりゃいいじゃんなんだ。だけど直で埋めに行くことはできないわけなので、いや、できるんじゃない。できないわ。でかくなった時の何らかの挙動でこれを下に押し下げることができる可能性、特性っぽいよな、これ。テキストを仕込むことはできないわけだから、自分が拡大したときに、でも自分が接触してはいけないんです。なんかテキスト、一つヘイトを突破する手段があるのか、もしくは、テキストをでかく、いや、それはまだ出てこないな。なんかこの自分がグラブに当たらないよねーっていう行動を見つけるやつなのか、巨大化の仕様でなんかすり抜ける的なものがあるよねを探すステージ、多分それなんだけど、でかくなるときにでかいやつの当たり判定ってどこでしょうかみたいな、4倍になってるのかな、本当かなみたいな世界。だから巨大化したときに墓と接してる場合は実はセーフでみたいなことをおっしゃる可能性がある。ん？やっぱそんなに難しくない。これをここから、あ、ダメだ、ちゃうんだって。普通に考えるとあそこにテキストは入れられないので、で当然縦にもダメ、斜めにもダメだからね。これを考えても多分わからない。なんかその、そうなんだみたいな世界じゃない。巨大化ってそういう仕様なんだーの世界じゃない？知らんが。
巨大化した時にテキストと重なってんだよね、なんか俺。巨大化した時にテキストと重なって、でもこれで、ああだから巨大化した時にお墓を俺はすり抜けるのではとかあるのかな。巨大化をした時にどこかいいとこねえのか。確かめられる場所なし。いや、うん、なし。うん、マジ？ないんかい、マジかい。別に特別なことはないな。同時に2つ押せるよねぐらい。だけど押す方向にはあるな。ないよ。重なってる時のテキストって何なんだろう。重なってるテキストって重なってる状態で押せるのかな。いや、押せないんだ。接してるテキストだから別にプレイヤー 2×2 に対してそれぞれプッシュするとかそういうことはないよねって話だね。だからでかくなったからといってテキストを押せたりはできないし、テキストをアルガエにぶつけることもできないし、でかいから、なんかそれがダメだとさ、そのでかくてお墓に接した時に当たり判定がないからと言ったところで、そっからテキストを押し込む行動はできんよね。なんじゃない？テキストを押し込むことはできないじゃん。だからそのアルガエがあるプラス俺は押し込んだら死ぬがあるから、まともな方向で押し込もうとすることができないし、押し込もう、俺が押し込もうと下に行くと俺は死ぬよねというのがあるし、巨大化していても墓で死ぬし、巨大化した時に墓と重なっている人を俺は見たい気がするんだよな。それをテストできる場所がないんだよね。
うん、それができるのは一番下の段で左に向かってテキストを押して完成させるときだから、それがないじゃん。あ、いや、うん、壁に埋まるやつはテキストできるんだっけ？これは埋まんねん。埋まって動きはないよ。拡大した時に重なってるオブジェクトはやっぱ関係ないから、わかんないっす。重なっててお墓に自分の頭が突っ込んでいても別にテキストを押すわけではないし、次のターンで死ぬし、自分は引っかかるけどテキストを押している判定になる不思議な角みたいなのが存在する、この辺とか。この物体をなんかここで巨大化して右下に行くと俺はぶつかるんだけどテキストは押せてるみたいな不思議な状態になったりする。言ってて俺も何やってるか分かんないんだけど、それさっきやろうとしたんだっけ。大体俺の考えてることってもう俺が考えてんだよな。壁からあれをしに行くことはできないらしい。この状態が右に移動できないのはなぜ？壁になってるから、そこって。壁から壁に移動しようとする判定が入る。ここを斜めに入れることはないっすよね。この場所で巨大化しても多分ないんですよね。これが、これをしてるのに俺生きてるっすみたいな状態のなんかをやるしかないじゃん、このステージなんて。なんか押せるんだけど俺生きてるっす。俺は墓に行かないっすみたいなやつ。なんそれ、全然わからん。これ俺下に押すけど生きてるっすみたいなやつ。あーダメだ、拡大した瞬間死ぬよ。これを入れた瞬間僕は接触して死ですね。死なないようになったところへ、
なんで？やっぱおかしいよな。いや、ちょっと待って、これは納得できないやつだ。おかしいよ。巨大。おー、マジで納得するなとしたら、ウィンの判定の方が早かったからだよねーってだけだね。どういうこと？巨大化。何がちゃうの、さっきの音。バディがウィン。バディイズユー、バディイズティックを入れてる状態でバディイズウィンを入れているという動作に変わりはないと思ってます。あ、違う。いや、違わない。バディはでかい、バディは言うという文章がある状態で、これを下に入れると勝ちます。さっきと何がちゃうねんこれ。同じ文章の順番。あ、違うわ。ここでバディが小さくなるという命令、でかくなるを解除していることがポイントだったんだ。ああ、理解した。ここでバディが小さくなることによって、バディの当たり判定が左上のあの一マスだけになるから、お墓の当たり判定消えるよね。その上でウィンだよねってことね。一旦お墓にかすって、でもそれも、まあ、納得はいってないけどね。ルールの理解はしたけど納得はいかない。それってだって、俺のディフィート処理と、バディーズチックの処理どっちが先ですかっていうことを確認するだけであって、なんか理屈でなんかそっちの方が先なんだで納得できないな俺は。別に先に死に、でかいサイズで死にましたでもよくない？まあでかいのは今のターンまでだから、今は死んでないでしょ。次のターンになった時にテキストとしてはもう、でかいっていうテキストは消えてるんだから、当たり判定あるはずないよね。納得できるか。これ、アニメーションがあるせいなのかな？ちょっと納得できないのは。このアニメーションが、一瞬でこう、ボンって左上に行くだけだったら、なんかこの、残ってない、まあ、いっか。解けたからいいや。1時間半やめます。次回どうしよう。ここを進めるというか新しいエリア行こう。この辺か右上はもうだって ABC だろ。あんなのルートとしてはどっちなんだろうね。まあいっか、 ABC 行こうか。ではお疲れ様でした。いろいろ言ってるんですけど、まあ楽しいゲームではあります。どこまで作ってんのか分かんないよな。この島で完結するゲームなのかな。